日本国有鉄道のキハ391系、UAC ターボトレインフランス国鉄の T2000 系、ガスタービン動車とは、ガスタービンエンジンを指揮官として走行する鉄道車両である。1960年代から1970年代にかけて、各国で非電化区間における速度向上の切り札として開発が進められたが、二度の オイルショックにより石油価格の高騰などによる採算性の悪化、部分負荷時における燃費の問題、騒音等により普及は限定的なものに止まっている。日本では日本国有鉄道によるキハ07型、キハ391系で試験されたが実用化には至っていない。フランス、カナダ、アメリカ等では実際に運行されたが、 現在では前述の理由が原因でそれらの大半が運行休止している。鉄道車両へのガスタービニエンジン搭載も様々な方法で模索されてきたが、なかなか成功には至らなかった。前述した通り、簡漫な不活移住性、低負荷の状態では燃費効率が悪化する、騒音が大きい等が理由として挙げられる。事業例としては、1966年に、 ユナイテッドエアクラフト社による UAC ターボトレインがあり、長期試験の後1968年からアメリカのニューヘブン鉄道で1973年からカナダ国鉄モントリオールトロント間で特急ターボとして営業運転を行っていた。試験車両としては日本の国鉄が開発したキハ07型改造車とその結果をもとに試作された。 キハ三百九十一系がある。これらは、非電化区間のスピードアップを図るために開発されたが、オイルショックの悪影響もあり、実用量産化が断念されている。フランス国鉄が運行する TGV も、初期にはガスタービン駆動の発電機で発電し、電動機を駆動する。電気式ガスタービン機関車が計画され、試作車両が作られたが、同様に。 オイルショックのため電気機関車方式に変更された。ただし、実用、量産化の失敗の原因は、当時の技術不足の一面も大きく、発電機、電動機の小型化が進んだ現在なら、ガスタービンエンジンの持ち味を活かせる可能性もあるとも考えられ、現在でもガスタービンで、発電機を回して電動機を駆動する、電気式、ターボトレインの研究が続いており、 特に、アメリカ合衆国では膨大な軍事技術を投入した、ハイブリッド仕様のターボトレインを研究中で、改正制御の肝となる、フライホイールの開発移管によっては、非電化高速鉄道の切り札になると言われている。また、ジェットエンジンの噴射によって走行する M-497 もあった。ありがとうございます。